さあいよいよ A グループ各グループ分かれていますが、 A グループ7台、トップバッターはゼッケン95番チーム東洋タイヤドリフト、ポンです。タイからやってまいります。ポン40歳、どういった走りを見せるか。昨日ベスト16に残ったいいスピードだ。ワンドーマン通過からずっとサイドで調整しながらドーンツーも綺麗に通過していく。1本目としてはまずさあ振り返して、ちょっと振り返してがちょっと引っかかり気味な遅れにはなったかもしれない。カーナンバー95ポン。さあポンです。ポンの2本目さらにとしたいところではありますね。1本目 96.8 ですからね、はい、悪くはないんですよね。ただもう少し出そうな細かいところを、はい、うまく合わせていければ7点真ん中ぐらいは出そうだぞ。さあそしてゾーンギリギリからさあそっちの場ゾーン中通過。ちょっと勢いが今ねリズム悪かったですね。出てきたセクター1からちょっとねリズム悪かったですね。カーナンバー2田中誠美 VS カーナンバー95ポン。さあいよいよ戦いは7組目、田中誠美先行、あと1本というところで、田中誠美確か中古タイヤをつけてでのまずはポンを軽くという感じで言っておりましたが、どうでしょうか。降りてきた青いマシン、まずは田中誠美 S1 号後ろから86ポンも近しい。田中誠美の先行も悪くない、小さいところ、ポンが小さいところ、だいぶ小さいところ入っていく。さあそして振り返していく先行田中誠美は悪くない走りだ。さあどうなるか、今度はポンが前ということになります。 VR エンジン搭載のこの86、さあハイパワーなポンのマシンに対して 2JZ 搭載の S1 号青いマシン、田中誠美が遠いで、まずはポンが来る。続いての対戦です。カーナンバー95ポン VS カーナンバー4小橋正則。さあポン先行、は遠い小橋正則。昨日優勝の小橋はまず中村直樹を破って、今度はポン、ここを破ると今度は松井幸男相手にどうなるか。しかしポン、ここは踏ん張りたい。また先行ポンが飛び出す。近いところ、ものすごいところに入った、ものすごいところにケツから入っていく。なんだこの人、すげえ、ものすごい後追い、これが小橋正則の後追いだ。11ポイントを取り出しました小橋正則。今度は先行ですからもう関係なく、ただ自分の走りをきっちりすればいいということになると、ちょっとベスト4が近づいてきたが、いやポンもなんとか踏ん張って、ここはなんとか後追いポイントを見せてほしい。ポンが近い、そしてポンが寄る、どうだ。綺麗に抜けていく小橋の3セク4セク5セクが速いんだ。